ろころろしにさそうと。これまで現役から元選手までいろんな阪神タイガース関連の方とお会いしてきた特産 TV でしたが、なぜかその本拠地である甲子園球場さんから今回突然連絡が。まさかプライドジャパンの件か。全面的に阪神を応援しているのに何なんだ。タイガース、おー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 、阪神タイガース、フレー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 。しかしいざ蓋を開けてみると、なんと阪神甲子園球場さんから直々に特産 TV に重大なミッションの依頼でした。春、はい、おはようございます。師匠、はい、やってまいりましたのは阪神甲子園球場。来ましたけども、我々プライドジャパンの全国で来ましたけども、なぜじゃあわざわざ阪神甲子園球場に来たかというと、阪神甲子園球場のまあ名物といえばやっぱスタンドのファンの方々の応援ですよね、で、アルプス席というのがあります。あれは甲子園大会、吹奏楽がバン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 ってやりながらやるところなんだけども、あの狭いんだ。あーそう、結構密着度高いですね。実はすごい狭い。それが変わりました今回、そこをちょっと行ってみようじゃないかと。カメラが甲子園球場、はい、オフィシャルで入りますから。これね、前回行ってないから、いやマジですごいことだと思うよ。はい、あ、失礼します。うおー、すげー。いやー、ただいまです。すげー、すげー。俺らここで野球やったの、草野球で。すげー広く見えんな。こっから見るとなんかとんでもない景色だよ、またね。俺ここは懐かしい。何年ぶりだろう。高3の時に、うん、他の高校のゲームをスタンドでこう見たことがあるんだけど、あ、こんな感じだったかと思って今ね。そしてこのアルプススタンドに12球団トップのあるものができたそうです。聞いた話によると 1.5 倍になりました、広さが。そう、椅子が超絶広く快適なものに進化しました。ここが元々のラインだね、席の。もう一ケツ分ね。うん、あ、これ本当に。あ、それでまだ一ケツ分だ。カバンも置けるね。カバンも置ける。今パチは元々の一席のところに座ってます。で、俺も部屋狭一席のところに座ります。密着度やばい。ちょっとこれ見て、肩が当たっても大変だもん。もうそう、すいませんっていう。こうやもん。もう肘が内側入ってもメガホンを叩くっていうね。もっと豪快に行きたいわけだよ、ファンは。しかし、広がったらどうなるかというと。余裕。そうですよ。余裕がすごいよ。こうできるよ。すごいな。これ、マジですよ。多分、12球団いけるかもしれない。ちょっと待って、これさ。ん？これさ、子連れとかいいよ。膝の上乗せたりとか、ちょっと、家族で3人で来ました。お前がお父さん。で、俺はお母さん。で、ちっちゃい子供いたら真ん中にポンって置いてもまだちょっとスペースあるもん。ファミリーで来れる。来れる。家族連れ、ウェルカム。すごいね。だいぶ広いよ。カレーをこう食べることないよ。ちゃんと、ちゃんと。食べやすいから。こうだもん、お前全部。カレーとかそばとか。全然、だって太ってる人も行けますからね。だいぶ行けるよ。全然言うでしょ。もう。これ全然言うの、僕は行けると大体行けますから。本当に。やっぱここのアルプス席は、よりやっぱファミリーに。ですね。優しいというかね。で、あとカップルとかもやっぱね、来れるっていう。やっぱもうあんな狭い席行きたくないよっていう人もいたはずなんだけど。来れます。今度はごめん、甲子園ありがとうって言って、いっぱいくださいよ。あ、そうですよ。あれは僕らが悪いんですよ。自爆しただけなんですよ。実際、シートの大きさが変わった際、甲子園球場の入場券担当のメンバーたちで数日にかけて椅子に座りながら試合の見え方を確認したそうです。ファンのことをとことん考え、シーズン開幕に向けて準備しております。はい、場所変わりまして、現在はバックネットの方に来ましたけれども、なんと我々がイベントするのはこちらの会場になります。ここで。そう、実は
3月8日にオープンとなります新アルプス席、はい、このアルプス席言うんだけど、アルプス席、そうだね、このオープンに相なりましてそのイベントさせていただくことになったんですけども、本当にありがたい。アルプス席もオープンになる日だし、オープン戦の本拠地もオープン、すごいこと、いろいろ重なってるところに、うん、まあ、特産 TV としても立ち会ってほしいということで、うん、あの甲子園球場から今回オファーいただいて、はい、イベントさせていただくことになったわけでございます。はい、まあ、オープン戦の、うん、まあ、チケットは必要になるんですけども、うん、我々トークショー自体は無料でやれますので、うん、はいはいはい、ぜひこの伝統の一戦、いや伝統ですよ、一緒に見ようじゃありませんかと、いろいろこうなんか練習風景とか見ながら、そういう、うん、まあ、本当にコミュニケーション取りながら、いやプロ野球選手やっぱすごいななんてね、うん、言いながら、そんな、ちょっと違った角度のイベントになるんじゃないかなと、確かワクワクしてますね。一番いい見本がありますからね、うん、もうみんなでずっと見るっていうねぜひそんな形でやっていきますので、うん、当日甲子園で、はい、お会いしましょう。お待ちしております。今師匠が座ってる席はこの、まあ、おなじみというかね、今の緑のね、はい、この感じですけれども、新しくなった方はこのちょっと高級感あるこう映画館みたいで、座ってもらっていいですか。失礼します。はい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 、どうでしょう、ケツが低反発でこう、いや、あなたのお尻は高反発ですもんね。これね、9イニングとか座っても全然大丈夫。あ、本当。痛くなんない。この背もたれに微妙な角度ついてるのがいいね。優しいですね。このちょうど肩甲骨あたりのね、こっちはまだちょっとね、あれですけど、あ、高さも増してますよ、師匠。高さ。高さ上がってる。すごい。首まで、首の、うん。あ、いいですね。また、新しい応援グッズも出てました。阪神ファンの方、ぜひぜひチェックしてみてください。お前を止められる山を突っ走れ。かっ飛ばせ、ひやま。このエッジないかげろ。いや、いいね、振り抜けよ。お前を食べられる山を走れ、あー、はい、はい、っていう、はい、あっぱれアパレルショップやってます。野球の生き返りやタウンユースで使えるグッズをご紹介、随時新商品を追加していきます。ちょくちょく見てみてください。書籍のリンクも貼ってます。意外とためになること書いてます。